はっ、こんねこんばんは、はるけです。今回は現環境最強 CDM ランキングになります。今の環境の中で強い CDM 選手たちを最新のトップ10で紹介していきたいなと思いますので、少しでも参考になれば嬉しいなと思います。それでは紹介をしていきます。まずは第10位からですね。第10位は TOTTキミヒですね。キミヒ、一応サイドバック登録で登場をしたんですけれども、個人的には、空中戦とかのね部分もありますので、ボランチ選手が一番最適なんじゃないかと思ってここに入れてますね。やっぱキミヒはね、ロングパスがめちゃくちゃうまいですね。プレイスタルプラスもついてるので、本当にパス出しっていう風な部分では素晴らしいものを持ってますね。でまた、結構軽いというか、あんまりもたつかない選手になりますんで、真ん中の選手としては嬉しいのかなと思います。あとインターセプトプラスついてって、結構ね AI もいいというか、いるとこがね、普通にいいので、パスカットはよくしてくれる印象はありますね。若干フィジカルが、弱いかなって思う瞬間はあるんですけれども、頑張って足をね出してくれて取ってくれたとかあるんで、全然トップ10入ってもおかしくないかなと思いますね。そして続いて第9位です。第9位はフッティーズアイコンシュバインシュタイガーですね。シュバインシュタイガー、SBC で来たんですけれども、この人のボランチ選手としてトップ10入ってもおかしくないかな。ただ若干キミヒと比べるとね、重さはねあるんで、そこの重みを皆さんがどう考えるかですね。ただパスでね結構逃げれるので、この人も早めにパスをね出してあげるっていうのが一番いいんじゃないかな。ほんとはたくっていう、あんまり芝居下がで持たないっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。でこの人もねインターセプトプラスねついてるんで、パスカットよくしてくれますし、フィジカルはねある程度強いですね。結構横からゴリッと取ったりとかできるんで、ゴリゴリ系とちょっと軽めな選手の間ぐらいの選手かなというふうには思いますね。ペースもね速くなりましたんで、結構ねいいなと思いますね。そして続いて第8位です。第8位はインターナショナルスターロドリですね。ロドリ、こちらも SBC で来ていた選手、多分もう作れないと思うんですけれども、個人的にはねやっぱユーロの活躍を見ている人からするとちょっと物足りないロドリになってしまうかなと思うんですけれども、現状8位ぐらいには入ってもおかしくないかなというふうには思いますね。この人はね結構ゴリゴリ系ですね。でかいし、足も伸びるし、フィジカルも強いしっていう、ただドリブルが重いよっていう風な感じですね。パス上手くって、ペースもねある程度速くなりましたんで、結構総合力上がったなっていう風な選手ですね。予測のプラス、ロングパスのプラスね嬉しいですし、やっぱりティキタカとかがそこまでいらないので、このボランチだったら。なんでインターセプトとか、ブルーザーとかがプラスだったら良かったなっていうのは思いますね。ちょっとプレイスタルプラスね、いいものはあるんだけれども、ちょっとパス面にね振りすぎかなっていう風に思いますので、もうちょっと良くなれたんじゃないかなと思いますね。そして続いて第7位です。第7位はパストゥーグローリーベンタンクールですね。現状かなりね安くなってまして、非常にコスパだなと思いますね。結構強いです。安いけど強いっていう風な選手で、トップメタのね選手にはなるかなと思いますね。結構ねでかさはあるんだけれども、線が細いっていうのもねあるからか、意外とねモテる選手にはなってます。もう激重っていう風な感じではないですね。でパスうまくって、で一応シュートも打てると。でペースもね速いし、足もね伸びるし、フィジカルも強いしっていう、で予測のプラスね、ブルーザのプラスも素晴らしいですし、パス面もある程度あると。インターセプトねプラスだったらよかったなっていう風なところではありますけれども、結構ねでかいけど使いやすいって、ちょっとベリンガムっぽさもねあるような選手にはなってますので、個人的にはおすすめですね。そして続いて第6位です。第6位はTOTT カンテですね。カンテはね本当スキル逆足がなぜかダウングレードしてしまったっていう謎のカードですね、このカードは。ですけどそれ以外は結構完璧というか、ほんまに AI はこの人も素晴らしいし、
取った後の軽さっていうのもね持ち合わせてはいますので、まあ素晴らしいなと思いますね。やっぱりラピッドのプラスがついたっていうのもあって結構運びやすく、うん、なりましたね。でジョッキーも軽いし、一応予測も白でついてるので、うん、取り切ることも全然できると。ただ現状ねカンテは意外と小柄だけれども取ってくれるっていう選手なんですけど、やっぱ前線の選手みんな強いんで、そこでフィジカルで弾かれたりとかはありますね。うん、なんかカンテの特別感っていうのは現状みんなが強いからこそ若干なくなってきてるのかなっていうのは思います。ただ本当に、うん、結構いるとありがたいというか、あさすがカンテっていう試合中に何回もね思うことは多いんじゃないかなと思いますね。そして続いて第5位です。第5位はインターナショナルスターライスですね。こちらも SBC できた選手ということになってまして、まあこの人も現状それこそトップ5は入ってできてもいいんじゃないかっていうぐらい、うん、未だに強いですかね。結構ロドリと似たような、うん、タイプですね。ドリブル重いけれどもパスうまくって守備に徹してあげるっていう風な選手ですね。まあペースもねある程度早いし、結構ロドリと違うところでいくとやっぱパスカットかな、うん、プラスついてるっていうのが非常に大きくて、プレイサルプラス3つですけれども現状普通に戦えるっていう風なボランチになりますね。また予測とか、ブルーザーとかロングパスとか一応白でねついてる白のプレイサルもなかなかいいなっていう風なところも結構評価が高いポイントにはなってますね。そして続いて第4位です。第4位はメイクユアマークチュアメニーですね。チュアメニーもだんだん値下がってきてますね。40万ぐらいかなで買えるという現状になってますね。センターバックで使ってる方もおられるかもしれないですけれども、ボランチで使ってる人も全然見るんでちょっと迷ったんですけれども、まあ、前回と特に変わらずボランチのランキングに入れてますね。でこの人はね、まあ重たいのは重たいんですけれども、ロドリとかライスに比べるとね反転の遅さってそんなには気にはならないかなっていう風な感じですね。もちろんキミヒとかカンテとかよりかは全然重たいんですけれども、意外とねゴリゴリ系なんだけれども、うん、もたつきが少ないなっていう風には思います。で守備に関してもやっぱりしっかり取り切る力ありますね。ほんとセンターバックで使ってもねいいようなぐらいですね、守備力は高いなと感じますね。で足も伸びるしフィジカルも強いし空中も強いという風な選手で、非常にね守備のところでユーティリティ性がある選手かなという風には思いますね。でそして続いて第3位です。第3位はフッティーズゴレツカですね。ゴレツカはねちょっと CM のランキングに入れようかどうか迷った選手ですね。ただね CM もめっちゃ強い人が多いし入れたい選手が多かったんで、ちょっとゴレツカはまあどっちでも本当にいいんで、うん、ちょっとボランチに入れた。あと前回前々回かなからするとまあ S の一幕のゴレツカボランチに入れたんで、ちょっとボランチ選手としてランキングつけてますね。本当どっちでもいいです。本当どこでもできるっていう風な選手で、一応ねサイドバックでも自分はいいかなっていうのは思ったりしますね。ただシュートがめちゃうまいんで、まあシュートも活かせればいいなっていう風な感じですね。守備に関してはやっぱりこの人も本当に貫通しないし、フィジカルも強いし、なおかつペースもね速いという風な選手ですね。でドリブルに関してはまあめちゃくちゃ軽いわけじゃないけど別にモテなくはないかなっていう風な感じで、一応テクニカル白とかでついてるんで、まあ全然持ってる時に不快感はないかなっていう風な選手ですね。でロングパスのプラスも新しくつきましたんで、パス面もまあ優秀になったという風なことで素晴らしい選手ですね。そして続いて第2位です。第2位はグレイツオブザゲームアイコンビエラですね。ビエラパトリックビエラになりますね。まあ言わずもがな最強ですね。うん、本当に最強で、相手にいることもだんだん増えてきたのかなと思いますし、使ってる人もね、うん、増えたんじゃないかと思います。値段もね100万は切ってますので、まあ当たった人もいるでしょうし、使いやすい値段帯にはなりましたね。結構この人もセンターバック任せれるレベルの守備力ではあります。なんなら本職のセンターバックと比べてもねマジで負けない守備力ってのを持ってますね。
でフィジカルも強いしペースも速いし、やっぱねこの人ねボランチとか守備をね任せるところにいたらめちゃくちゃうざいです。うん、全部取ってきよる。足もね長いし伸びるし AI もいいし、で多分ね多くの方が不満に思う部分だったらやっぱドリブルの重さですかね。取った後とかのドリブル面の重さってのは若干ありますね。ただそれ以外はマジで完璧というか、そういうマイナス点がありながらもプラスの要素がねかなり多いので自分は2位にしてます。ただまあドリブルの、まあ、ドリブルで無理していくっていう風な選手ではないので、そこだけ把握してもらえればかなり活躍は、うん、してくれるんじゃないかと思いますね。そして続いて第1位です。第1位はエンドオブアンエラトニクロースですね。現状でも1位かなと個人的には思いますね。それこそフッティーズ期間がね始まってますけれども、全然クロース相手にいるし、自分もずっとクロースを使ってるっていうのが不動のね証なんじゃないかなと思いますね。特に、まあ、もちろんビエラでもいいですけれども、やっぱクロースのこのパス出しっていう風な部分は素晴らしいですね。でかつ守備もね別に不満はないしっていう風な感じで、まあ、フッティーズ期間まだもうちょっとありますけれども、クロースを超えるボランチ選手が出てくるのかどうかですね。まあ、そこを期待をしたいと思いますね。現状はクロースまだトップ君臨するかなと思いますね。こちらが現環境最強 CDM ランキングになります。少しでも参考になれば嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなだったらチャット6、高評価お願いします。それではバイバイ。